ね、11人での初めての、うん、あの MV 最高の作品にしたいと思います。行きましょう。あの僕目標があって、次のシングルも同じメンバー。ね、大事な目標ですね。ビッグテイクスはシングルごとにメンバーが違うので、絶対次のシングルもこのメンバーで撮りたいと思います。さすがにこれでいきましょう。ね、うん、よろしくお願いします。お願いします。見てね。どうですか、ヒロキは。ヒロキもこれ見てください。せっかくセクトショーになったんで。でも初めてのなんか PV で、なんかまだ撮ってないんですけど、なんか。友明はパンツのために映りませんが。結構楽しくなりそうな感じです。外野します。友明は。ダメだ、友明ダメだ今。友明はパン今ダメだ。もう映せないんだった。ダメ。もうなんかね。楽しく。ダメ。撮影しております。はい。楽しく。まだ僕は終わったんですけど、まだ終わってない。そう、終わってないんですよね。終わってないし。楽しみ。そこで撮るんです。おる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 。お前や。これこれ。そこで撮るんです。いいやん。なんかやだって何？そんなアップしないで。レモンクリームの後を感じる。映った。さっきまで寝てた風岡くんが、あ、そして今来た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 。この後ダンスパートですが、意気込みはいかがですか？やってやるぜベイベー。やばい。画角がね、すごく絶対に僕のこの頭は映るっていう。あ、来てる来てる。この後ダンスパートですが、いかがですか？僕まだ個人パートなんです。あ、まだ終わってないんですね。頑張ってくださいね。あら、すごいお顔が整ってない。トマキ、スティーブン・トマキです。チキで逃げてきた。イエーイイエーイ。僕たちもリップが終わったので、はい、次見て、バーベキューの準備してる。ありがたいです、本当にね。はい。あれ食べれるんですよね。そう、あれがお昼ご飯なんだって。お腹減ってやばいです今。もうさっきからずっとケータリングの話してるから、はい、とかなんだよね。僕はもうイグさんがテイラスまで食べないです。いいやつだな。はい、じゃあここで小沢をどうぞ。小沢パンプ中でございます。はい、血流を良くするために。おお、小沢さん間もなくリップですが、どうですか？そうですね、リップは勢いでやろうかなと思っています。おお、血流良くなった。おお、いいじゃん。なんか生き生きしてるよ。はい、おお、生き生きしてるよ。はい、どうよかった？いや、めっちゃかっこいいっすよ。え、めっちゃかっこいいっすよ。本当？はい。だから心の中でバカにしてるよ。しないっすね。どけや。えでや。どけや。ようちゃん。いい MV にしような。いや、もちろんっすよ。そうな。はい。どうですか、久々の MV 撮影。小沢さん。緊張する。おお。ブランクがもう6年ぐらい。6年。そっか。最後撮ったブランニューか。ブランニュー、ブランニュー、また海だよ、海。ね、ね、すごいっすね。やっぱ夏男だから、うん、海が俺を呼んでるっていうか、おープールが俺を呼んでるっていうか。すごい。さっき小沢さんがなんか変なことやってたら、本当にちょっと天気良くなってきた。太陽玉でしょ。太陽玉、中学校の時からやってる太陽玉。太陽玉、あんまちゃんと聞かなくて。これやると晴れんのよ、マジで。聞かなくて大丈夫だね。晴れるから。多分次の次ぐらいで小沢さんね、楽しみにしてます。はい、じゃあリップシーンやります。ここで、はい、あ、やってくれんの？音の渦に身を任せ感じ取れ。どうする？おー、自分全然見てなかったよ。全然見てなかったよ。やばお前、やば。先輩は一つ言っていいっすか？うん、めっちゃお腹減ったんすよ。それな。俺も何も食ってない今日朝から。渋滞だったし。なるほどね。じゃあ小田さん頑張ってね、リップ頑張ってください。イエーイ、バイバーイ。バイバーイ。ウェーイ、やるぜ。ウェーイ、ウェーイ。これもジュージュー言ってる。ジュージュー言ってる。食べる？あー、いっちゃいウェーイ。これはどう？これもいいよ。いっちゃいからの、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 
イエーイイエーイせーのイエーイあげあげなにこれあげ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 イエーイゴンダイ違うな名前間違えてます間違えたメンバーの名前間違えてまーすレイク、俺への愛が強すぎて向井さんのことゴダイって言いましたいや、身長が同じだからさ身長が同じだから俺の方が大きい顔見て顔てか、あれなんかめっちゃ持ってる持ってない持ってない俺の方が大きいはずやのに持ってない持ってない全然持ってないから全然持ってないから持ってない持ってないこれ、だって185cmどう答え楽しい？おお向かいや！怖い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 向かいや！ホラー映像好き。え五代は MV 撮影初めてなの？向かいです。え？あそうなの？向かいです。おかしいな。なんでやね。なんでそんな気まずいの？五代2は？MV 撮影初めてまあそうですね MV 撮影初めてなんですけど、うん、まあなんか緊張してたというよりかは楽しみにしてたのが強くて、うん、実際やってみたらすごい楽しくてよえ最高っす今日何分寝たの今日30分ですやば楽しみすぎて寝れませんでしたやば遠足前の小学生やマジそうですああワクワクして、頑張ってこいよは約3
3年ぶりぐらいの、ね、バーなんですけど、マザームさんも復帰して、はい、5年ぶり、そしてね、新しいメンバーも迎えて、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。初めてどうでしたか？初めて、いや、すごく楽しかった。まあ僕は初めての体験だったんですけど、初めまして。すごい。でもいや、まあ本当にね、すごく経験したこともなかったことなので楽しくできましたし、まあいろいろ大変な思いもしましたけど、とても充実した一日になりました。はい、このメンバーで、本当にたくさんのスタッフさんに、お手伝いいただき、本当に最高の作品ができたと思います。これからも頑張っていきますので、よろしくお願いします。すごく楽しみで、MV 初めてなんで、なんかどんな感じかなと思ったら、思った以上に楽しくて、みんなといっぱい思い出作れて楽しかったです。潮風に吹かれてイケメンになっちゃいました。イエーイ。はい、どうもいろんなハプニングがあったんですけど、すごい一つの思い出としてなんか旅行気分で楽しめたので、うん、これからもっともっとこのメンバーで頑張りたいなって思いました。イエーイ。小沢さん、あ、俺。はい、新加入の小沢蓮です。今日はですね、久々の MV 撮影ということで、僕自身もメンバーのみんなと本当に楽しく撮影することができました。みんなありがとう。ありがとう。ありがとう。はい、いぶき。いぶきでーす。もう初めての MV 撮影ですごく楽しくて、もうめちゃくちゃ楽しかったでーす。すごく緊張したんですけど楽しく終わりました。言うことなしだよ。最後あの顔やってよ、あの顔。ねえ、怖い。笑顔が笑ってて楽しい。はい、五代でした。向かいやる。はい、すごく充実してました。青春でした。イエーイ。通して皆さんのね、みんなのね、なんかこの良さをもっと知れた一日だったらかなってすごく思ったので、これからももっともっともっとなんかこのメンバーでもっと仲良くしていいステージをあれ、あ、もっといい作品をね、みんなと一緒に作っていきたいなと思いました。今日はありがとうございました。ビートテイクス今長かったメンバーが僕と井口さんと小沢さんということで、うん、はい、まあ、正直僕なんか新しいメンバーがね9人8人入ってビートテイクスっていう感じになるのかなと思ったんですけど、すごい今日嬉しかったことにめちゃめちゃビートテイクスでした。イエーイ。最高だね。ね、うん、そう、僕のね青春が帰ってきたということで、はい、はい、皆さん完成を楽しみにしててください、うん、はい、10月10日リリースですか？10月10日、違いますか？テンテン詳細はこちらにまでということで、皆さんたくさん曲も聴いてたくさん MV 見てたくさんこの曲もっともっと好きになってください、はい、そしてこれからもビートテックス応援どうぞよろしくお願いします。